はい、フリーフォアオールやっていきます。LOS ですね。の個人戦。マップが、セントリーペトロールかな。で、武器はおなじみ、グリスベクター。このゲームのね、フリーフォアオールっていうかね、マップがいいね。なんか面白いマップが多いんだよね。自然あふれるなんか草木が生えた棒々のマップとかね。ああいうマップってなかなかないんだよね。あれが面白い。このマップはどっちかっていうと、なんだこれ、基地かな？どっかの。コンテナとか置いてあるね。配送業者がね、集うような場所が何っていうかわかんないね。そんなマップですね。ゴテゴテした、無機質な感じのマップなんだけど、でも結構やっぱね、複雑なんだよね、このマップのオブジェクトが。いろんなものが、なんかタンクとかさ、あるし。で、コンテナもあって、有利ポジション作ってくださいって言わんばかりのコンテナが配置してあり。で、一個？この複雑なマップって面白いっすね。結構無料 FPS のマップってすげえ単純で、まあ、隠れる場所もね、そんなないんだけど、ないっていうのが多いんだけどね。このゲームは結構マップの作り込みが細かくて好きですね。あー、カツ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 ってんな。結構足音がうるさいんだよね、このゲーム。すごい足音が聞こえるんだよね。自分の足音ですらこんなコツコツ言ってんの。で、結構ね、やっぱ、どの方向から音が鳴ってるかってのはすごくわかりやすいんでね。戦略も立てやすいですね。裏からやってきてんの、音の位置で相手の居場所がもう丸分かりなんで、わざわざね、侵入しなくても、もう感覚で振り向いて撃てるっていうことができるんでね、非常に遊びやすいゲームですね。さて、クリス・ベクター。まあ、クリス・ベクターも結構ね、使いやすいですね。この銃。なんかアサルトライフルとかに比べたら、まあ、ちょっと劣る部分はあるけど、それでも近距離はやっぱね、こっちの方が強いんでね。距離を生かして戦っていきたい。まあね、唯一このゲームでね、気に食わないのが、MP7 がないことですね。こんだけクリス出ててなんで MP7 出てないんだよっていう。赤点が、見てるよ。横から撃っていく。あとなんか、やたらヘッドショットが出るんだよな。戦績とかも細かく見れるんだけど、なんかこれ、サブマシンガンのくせしてヘッドショット率が4割ぐらいいってるんだよ。ほら、ヘッドショットした。はい、ダブルキル。結構ヘッドの判定が甘い感じがするね。赤点が奥から見えてくるんで、奥左か。これ、今のヘッドショット 絶対なんか腹とかに当てた気がするんだけどね。ヘッドショットになるんだよね。後ろから音が聞こえた。が、敵はいない。いたけど、ちょっと遠いかな。おー、ヘッドショット。後ろ？前。いた。危ね。あー、今見たね。そっちから来るんじゃないかな。出てきたところをやりたいが。入れるか。あれ、女の人も変わってる。このマップはね、やっぱ個人的にこの辺が一番稼ぎやすいかな。この辺でね、ぐるぐるしてるのが一番稼ぎやすいなって思う。このね、裏、やたら出てくるんだよね。倒しても倒しても出てくるんだよね。あー、ほら出てきたよ。どんだけリスポンスんだよ、そっから。で、裏を取っていく。で、背中を打ったのにヘッドショット。判定が甘すぎる。これもヘッドショットかよ。なんなの？ヘッドショットって何なんだろうね。背中に当ててもヘッドショット。はい、ヘッドショット。で、はい、ヘッドショット。あー、やべ。あー、リロードしてたよ。ハンドガンの方が良かったかな。これなんかね、
週でローテーションで無料で使える武器があるんだけどね。まあ、今週がこのクリスベッカー。あと G、グロック18かな、あのフロートできるやつ、あの、ハンドガンか。まあ、ハンドガンがね、結構強いんだよね、これまた。おっと、ドキドキしていく。お姉さんが見えた。お姉さん出てきて。これはヘッドショットじゃないんだね。リロード挟んで、後ろから背中を打っていく。お姉さん、やばい。お姉さん、ユニポジション使って。だけど横から男の人が、おっさん、あー、やられた、おっさんにやられた。あ、いるね。ヘッド抜いて、遠くにもいる。もう赤点が、あ、つか手前にいるね。ここ、いる。一人やってヘッド抜いて、お姉さん、お姉さんもヘッド抜く。さらに、いた、もう一人お姉さん、またヘッド抜く。この階段の奥からすぐリスポーンしてくるんで。いたいたいた、お、ちょっと手前にもリスポーンするんだね。で、キルして。で、後ろ警戒しつつ、また階段の、あ、いるね。はい。一人抜いて、赤点見えた。横から、ダブルキルして。で、階段とから、あー、やられたか。ついにやられちゃった。あそこがやっぱね、稼ぎやすいですね。で、手前の人。で、男の人。奥の人って言いたかった。いたいた。はい。あ、そっちが。そう、もうはちゃめちゃだ。とね、急に後ろにリスポーンとかするからびっくりすんだよね。さ、カタ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 言ってる。どこだどこだ、ここどこだ、おー、びっくりした。後ろか。やばいやばい。あー、ま、さすがにね。ハンドガンに、このリロードのタイミングが難しいんだよね。フリーフォアオールって。すごいリロードのタイミングが難しい。すぐにね、鉢合わせになっちゃうから。いつリロードするかって、タイミングを確実に掴まないと、変わってないんですよね。ね、奥で打ち合ってるけど、あ、こっちだな。出てきた出てきた。おー、これ負ける。AK か。いた、お姉さん、お姉さんの後ろに。男のおじさん。男のおじさんってなんだ。リロードして出てきたところ。おっと、奥に行ったけど。抜いていく。おっと、手前。手前、手前。お、びっくりした。ダブルキル。で、今見えた。階段上に一人いますね。あいつを。後ろ。ちょっと後ろ。で、後ろいる。後ろすぐ出てくるから。もう一人。ダブルキルして。二人ヘッド抜いていく。で、奥に赤点。手前を警戒しつつ、奥のやつを、サクッと。キルしていく。あー、いたね、今。後ろにいたな。でも、こっちでもいるってことか。いた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 。はい、キルして。で、奥ダメだ。また後ろから来てるか。おっと、結構近いぞ。ちょっと。ハンドガンしかない。おー、ダメか。AK74 にやられてしまう。で、また、すぐリスポーン。今、いた場所じゃねえかよ、ここ。そう、こういうリスポーンするからね、ここは。稼ぎやすいんですよね。移動して。うわ、後ろにもいる。やばいやばいやばい。ひどいこれ。いや、ひでえな、ここ。お姉さんをヘッドショットして、奥の男、倒せない。やばい、手前にも、奥にも、やばいやばい、ぐちゃぐちゃだ、これ。あと1キルしたら勝てる。適当に。あ、あいつ後ろ見てますね。あいつを横から、サクッと倒して。で、勝ちですね。フリーフォールなんとか優勝できました。ああ、忙しいな。忙しいけど、やっぱね、こういう方が、ね、調子が出てくるんだよね。お、なんだこれ。二人いるぞ。MVP。で、ビクトリー勝ちですね。45キル17です。ということで優勝です。以上です。